スタジオミュージシャンあるある、馬が合うと何かとバンド組みがち、その結果スーパーバンド生まれがち。ということで、はいはい、この音楽コラムではスタジオミュージシャン列伝という形で、はいはい、まあ、ある種裏方さんともいえるスタジオミュージシャンの方々にこうスポットライトを当てるみたいなねことをたまに定期的にやっているわけなんですけれども、はい、そんなスタジオミュージシャンの彼らがお仕事でですよ、うんうん、誰か有名な歌手のレコーディングのためにまあ集められるわけじゃないですか。そうですね、で集められた結果ですよ、そこで意気投合しちゃって、うんうん、バンド組んじゃいましたっていうケースが非常に多く見受けられるんですよ、はい、で有名なところで言うと、うん、例えばボズスキャックスという、まあ、7、80年代に大活躍したアメリカの歌手がいるんですけど、はい、彼のアルバムレコーディングに集められたミュージシャンたちがもうそこでめちゃくちゃ意気投合しちゃって結成したバンドがトトというバンドなんですよ。トト、うん、で正確に言うと彼らはもともと少年時代からの幼馴染で、学生時代に一緒にバンドやったりもしてたんだけども、はい、ボズスキャックスのレコーディングで久々に再会して、うん、で音楽的にもすっかり意気投合してトトというバンドを結成する。でこのバンドでグラミー賞6部門制覇したりとか、多分ねちょっと曲聞いたらキノコさんも、はい、あこれかって分かると思う。そのくらいあちこちでかかる曲なんですよ、はい、なのでそのもはや主役であるボズスキャックス以上にちょっと売れちゃったみたいなくらい、まあ、ボズスキャックスもめちゃくちゃ売れましたけど、はい、そのくらいバックバンドの方が有名になっちゃうなんていうケースもあってですね、他にもこういう例はたくさんあって、例えば僕が大好きなジェームス・テイラーのバックで演奏していた4人が、バンドを組んでついた名前がザ・セクションっていうバンドがあって、はい、4人組なんですけど、同じ感じで例えばリンダ・ロンシュタットのバックバンドにいたメンバーが組んだバンドが浪人というバンド。そして日本でもですよ、荒井由実さんはじめ多くの歌手のバックを務めたミュージシャンが結成したのがキャラメルママ。これ後にティンパンアレイと改名します。割とこの音楽コラムでも何度も名前出てきてますし、はいはい、あるいはこの金曜ボイスログでかかるこの音楽もかなりこの人たちによって演奏されている曲というのは割合が高いです、うん、で、あと特定のアーティストのバックっていうわけじゃないですけど、ニューヨークの超売れっ子スタジオミュージシャンが結成したスタッフっていうバンドもあるんですよ。スタッフ、これもすごく有名なインストバンドなんですけど、まあ、歌がないバンド、ミュージシャンたちによるバンドなんですけど、これなんでこんな現象が起こるかっていうと、まあ、ティンパンアレイとかトトなんていうのはそもそもが昔からのバンド仲間っていうのももちろんあるんですけど、そうじゃなくともですよ、そもそもそのアーティストだったりプロデューサーだったりっていうのがこの座組でいけば音楽的にうまくいくんじゃないかなっていう想定のもとでミュージシャンをこう招集するわけじゃないですか、呼び集める。だから当然音楽的に気の合うメンバーが集まる結果になるわけですよ、うん、この曲レコーディングするならこの感じだよねって言ってその人を集めるからね、だからなんかこううまくいくわけですよ音楽的に。でしかもですよ、アーティストがそのレコーディングで集って作品を撮って、その作品なりアーティストなりが成功すればするほど、レコーディング以外にもそのメンバーで一緒にツアーに出たりとか、あるいはキャリアがさらに重なるっていくうちにアルバムもっとたくさんそのメンバーで作ったりとか、もう単純に一緒に過ごす時間がすごく長くなってくるわけですね、同じメンバーで。で、例えばですよ、そうこうしているうちに他のアーティストも私もあのバックバンドを雇ってレコーディングしたいなんて言い始めると、それがセットで雇われるわけですよ。そうするともともと音楽的な方向性とか気が合うというか、音楽的に馬が合うっていう可能性がかなり高い状態から始まって、そこからすごくたくさんの現場を一緒にやることになるから、それで仲良くなっちゃうわけですね、まあ、非常に自然な流れなわけです。それでアーティストがいない時でも仕事じゃない日、オフの日に空いた時間で自分たちの好きな音楽やろうぜっていうことでバンドを組んじゃうっていうことですよね。であるいはですね、そういう自然発生的に生まれるバンドっていうのももちろんたくさんありますけど、はい、当時7、80年代なんていうのはとにかくレコードが売れに売れた時代ですから、レコード会社の方から焚きつけて
お前たちも自分でバンド作ってレコードを出してみないかっていうふうに、まあ、そそのかすケースもあったようで、だってレコード会社側としてはなんせ演奏は間違いなく最高なわけじゃん、うんうんうん、腕利きのミュージシャンたちなんだから。それでしかもレコードがもしできてアルバム売るときに宣伝にスターの名前を使えるわけですから、うん、これジェームス・テイラーのバックバンドです、これはレコード出しましたみたいにこうスターの名前を利用できるって話題になること間違いなしなんで、うん、いいことずくめなんですよ、うん、で、あ、まあ現場で仲良くなったミュージシャン集団っていうのがレコード会社のそういう後押しだったりアドバイスを得て、うんうん、改めてじゃあちゃんとした名前つけてバンドとして活動してみようかっていう風になるケースも結構あったようなんですね、うん、はい、なのでこの話はね、ちなみにデビッド・スピノザというニューヨークの超腕利きのギタリストが僕のアルバムのレコーディング参加してくれた時に、はいはい、彼の家に泊まっていろんな話を聞いたんですけど、うん、そうやってそのレコード会社が焚きつけて結構いろんなバンドが生まれたんだよなんて話をしてくれたんですよね。でまあそういうちょっとだからスタジオミュージシャンっていわゆる職業音楽家の人たちがやるバンドですから、うん、レコードのセールス的には全部が全部売れたわけではないんです。やっぱりちょっとクロート向けの音楽にどうしてもなっちゃうっていうか、分かりやすくキャッチーにならなかったりする、そもそも歌がないとかね、うんうんうん、だからポップスのレコードとしてのセールスっていう意味では全てが成功したわけじゃないけど、やっぱり音楽ファンとしては嬉しいわけですよ。憧れのあのアーティストのサウンドを支える職人の世界がまあ堪能できるっていう意味でね、うん、スタジオミュージシャンが組んだバンドっていうのは非常にこのファンとしては嬉しい、うん、でレコード売れる売れないの話で言えばですよ、これから話す人はスタジオミュージシャンというわけではないんで、さっき冒頭では例として挙げなかったんですけど、この音楽コラムでもたびたび登場しているザ・バンドというロックバンドがありますね、はいはい、彼らもともとはロニー・ホーキンスというシンガーのバックに雇われたミュージシャンたちで、名前はホーキンスのバックバンドっていう意味でホークスって名乗ってたんです。で後にボブ・ディランがそのホークスをバンドそっくりそのまま雇って自分のバックバンドにしたわけですよ、はい、でその名前がホークスって前の雇い主の名前に、ね、前の雇い主にちなんだ名前じゃまずいってことで改名したと。で例のバンドっていう意味で、はい、ザ・バンドというふうに名前を付け直したわけなんですよ。こんな話も前音楽コラムでしたんですよ、うん、テストに出ますからちゃんと復習しておいてください、はい、ここは非常に重要なポイントです。テストに。でこのザ・バンドっていうのも今でこそ伝説的なもうロックアイコンですよ。彼ら自身が紛れもない主役で、うんうんうん、この歴史に残るような大ヒットレコードをたくさん世に出したアーティストでもあるわけですけど、うん、そもそもの登場の仕方はあくまでもボブ・ディランのバックバンドだったわけですよ。バックバンドとして業界にバンと登場したと、うん、でザ・バンド、あのバンドっていう、それでこんな抽象的な名前のバンドになってるわけですね。それで全く同じようなネーミングなのが僕の大好きなジェームス・テイラーのバックバンドとして知られるザ・セクションなんですよ。これこのジェームス・テイラーの初期の作品のほとんどでバックを務めているラス・カンケル、リース・クラー、ダニー・クーチ、そしてクレイグ・ダーギという4人のミュージシャンによって組まれたバンドなんですけど、うんうんうん、ジェームス・テイラー一瞬にしてアルバム1枚で大スターになっちゃったんですね。つまり超話題のアーティストだったわけです、はい、70年代初頭に、うん、でそのアルバムを演奏しているあの例のリズムセクションっていうことでザ・セクションという名前がついたわけなんですよ。英語でザという漢詞がつくと、うん、ほら今の あの話題のあの例のやつみたいな意味合いがつくわけですね、うん、もしくは究極のなんていうニュアンスがつくこともあります。だから自分たちでザ・セクションと呼び始めたというよりもですよ、うん、周りの音楽業界人たちがそういうふうに呼び始めたんでしょう。例えば別のジャクソン・ブラウンという別のアーティストが新しいアルバムを撮ろうなんていう時に、じゃあレコーディングのメンバー誰にしようか、あのほらあの例のあのリズムセクションに頼もうよ、あジェームス・テイラーの あのザ・セクションねっていう風な感じ、自然発生的にこんな抽象的なバンド名がついていくなんていう流れも、ザ・バンド以外にもこういう例があって、そうやって彼らザ・セクションはジャクソン・ブラウンやらキャロル・キングやら、あるいはこの間喧嘩ばかりしてるスーパーグループなりしました、クロスビー・スティル・サンド・ナッシュ、彼らのバックも彼ら丸ごとそっくり雇われて、うん、演奏したりしてるんですけど、うん、まあいわばブランド化していくわけですね、そういうスタジオミュージシャンがのセットみたいな形で。でもあのアーティストのバックやってる、このバックバンド雇えたんだからもうヒット間違いなしみたいな、
感じですよ、野党側としては。で今でもあるじゃないですか、その今話題のこの人とコラボしたからもうこれは再生回数いくなみたいなのってあるじゃないですか、ね、はじめ社長とコラボとかそういうやつですよ。そういう相乗効果でどんどん売れっ子になっていくっていうのは、まあ、今も昔もジャンルは違えど変わらないってことだと思うんですけど、うんうん、まあ、状況によってはですよ、バンド丸ごと4人とか5人丸ごとじゃなくて、その中から 2,3 人ピックアップされて別のまたとこから引っ張ってこられたミュージシャンと混ぜこぜになったりなんていうことも現場によってはあったと思うんですけど、まあ、ある程度はセットになって呼ばれるわけですよ。このアルバムはトトのメンバーを呼ぼうとか、はいはい、日本だったら大抵はその細野晴臣さんと林達夫さん、うん、鈴木茂さんなんかはセットで呼ばれるわけですね、うん、で現場によってキーボードは松任谷さんだったり佐藤博さんだったりするみたいな。だバンドといっても本人たちがやってるバンドとはいえ、その野党側としてはこの曲にはこっちの人がいいなとか、であとスケジュールの関係とかもあるでしょ、あこの人この日はこの日は NG なんですなんて言って他の人がこう入ってきたりするわけなんですね、うん、そんなことがあると今度ティンパンアレーのメンバーっていうのが本来もともとは松任谷正隆さんが鍵盤だったのが、うん、佐藤博さんに変わったりもするわけなんですね、うん、要はその時一番よく現場で一緒にやってるミュージシャンがバンドになっているっていうような感じでしょうかね、イメージとしては。であるいはドラムの林達夫さんがいろんな現場でサディスティックミカバンドにいた小原玲さんと、あるいはギターのこの前音楽コラムでも話した大村健二さんとしょっちゅういろんな現場で一緒に顔を合わせるもんだから、それでティンパーレーとは別にバンブーっていうバンドを組んじゃったりするわけなんですよ、うん、だもうみんなジャムるのが好きだからもうとにかくあっちこっちでバンド生まれるわけですよ、うんうん、現場で一緒になったミュージシャンが、うん、なんかいい感じだねこのバンド、なんかバンドやるみたいな感じでバンドがポコポコ生まれてくるっていうわけなんですが、ハードルそんなに高くないってことね。高くないですよ、だってあの口約束だもん、別に契約があるわけじゃないし、レコード会社とか絡むんだったら別だけど、あバンドやる、あやろうやろうみたいな感じで、そんな軽い感じなんですね、うん、軽い感じで、だからいろんなバンドが生まれちゃうわけですね。でみんな上手だし演奏もうまいし、うんね、だからこう楽しくてしょうがないんだと思いますよ。でつい先日こんなニュースが飛び込んできました、はい、鈴木茂、小原玲、林達夫、松任谷正隆が大型新人バンドスカイを結成という。新人バンド、新人バンドですよ、だからまあバンドとしては初めて組むから新人って言ってるけど、新人って言わないでくれよって話ですよね。いや今びっくりしました、超ベテランですよ、日本のポップミュージックを歴史を作ってきた人たちですからね。つまりティンパンアレーっていうその、ね、スタジオミュージシャン集団のバンドと、はいはい、まあ、バンブーという別のスタジオミュージシャン集団のバンドが合流してつい最近できた、約半世紀の時を経て合体したみたいなイメージなんですよ。もう大型すぎる新人バンドなわけなんですけど、新バンド、このスカイ、これ綴りはね SKYE と書くんですけど、うんうん、この鈴木茂、小原玲、林達夫、松任谷正隆によるスカイの楽曲がなんと今日配信リリース開始っていうことで、今日1曲かけちゃおうかな。これ朝まだ9時半だから日本でラジオでかかるのはここが一番早いんじゃないのって、まあ、かけていいのかどうか許可もちょっと分かんない、でもリリースされてるもんだからいいんだよね、怒られないよねということで、お聞きいただきましょう。今日配信リリースされましたスカイで、アイソレーション。お送りしているのは今日配信リリースになりました鈴木茂、小原玲、林達夫、松任谷正隆による超大型新人バンドスカイのアイソレーションです。これなんかあのこの超大御所ミュージシャンたちがみんなで歌ってる感じもいいよね。いやなんかほっこりします、うん、ほっこりするよね、すごい楽しそうっていうかね、うん、ところであの僕鈴木茂さんとライブ一緒にやる予定だったのにコロナで中止になっちゃったんですよね。2回延期になっていて、果たしてこう次いつできるのかっていうのがちょっとねなかなか残念なあれではあるんですが、このスカイというのあのアルバムも出るみたいです。それに先駆けての先行シングルってことで今日から配信がリリースされ、配信リリースされたということで、気になった方ぜひ聞いてみてください。